地下鉄歩くのが好きになったのはいつのことだろう。どんな町にやってきても最初に地下鉄探しちゃうんだよね。旅行を決める場所も地下鉄がある場所ばかりだし、だから私が行くのは大きな町ばかりになっちゃうんだよね。いつか行ってみたいなと思っているアフリカやアラスカには地下鉄ないし、あとハワイやタヒチ、グリーランドやモンゴルにも地下鉄ないんだよね。きっと本当に見たいものは全て地上にあるのだけど、どうしても行ったことのない地下鉄に乗ってみたくなる。で、結局またこうして地下鉄巡りになってしまった。楽しいのかと聞かれたら、それはやっぱり楽しいとは思う。当たり前だけど、地下では全ての人が行き先や目的持っているし、電車を待って乗って座ったり立ったりした後で電車を降りる。そのまま地上への出口へ向かう人もいれば、また別の線に乗り換えて他の電車に乗る人もいる。私もそうだけど、車内では結構窓の外見る人多いよね。わずか50センチ先のコンクリートの壁ってすごい怖いよね。暗いし。でもみんなそのこと知ってるのに、なんか夜の街を走ってるように窓の外を眺めているし、多分遠くのこと考えたりしてるんだろうな。過去のこと、未来のこと、出会った人、これから会う人。あ、そういえば今日の朝何食べたんだっけ。インスタントのアサリ汁だったような気がする。あれ、それともホテルの朝食だったっけ。なんで思い出せないんだろう。まあいいか。じゃあ今日のお昼何食べようかな。はっ、フィッシュ&チップスまだ食べてないからそれにしようかな。でもあれ結構賛否両論なんだよね。油っぽいって言うしね。どうなんだろう。あ、そういえば今日のお昼って誰かと約束してなかったっけ。あららら、全然思い出せへんわ。なんで今日はいろいろ忘れてるんだろう。地下にいるからかな。地下にいるから地上での記憶がなくなるのかな。もしずっと地下で生活していたら、地上でのいろんな思い出もみんな忘れちゃうんだろうな。まあでもそれでもいいか。でもやっぱり地下鉄はいいな。1ヶ月ぐらい地下鉄の中で生活できたら面白いかも。でもそしたら地上が恋しくなるのかな。太陽の眩しさとか、一日中降ってる雨とか、鳥の声とか、逆に好きになるかもしれないね。今日何食べよう。
天気悪いね。雨降りそうだもん、ほらね。あー、2階建てバスだよ。乗ってみたい。朝ごはん食べた？何食べたの？サンドイッチ。私はヨーグルト。空いてるな、お道ね。あ、空いてる。すごい、グリーンが綺麗だよ。このお花かわいい。いっぱいあるね、お花が。ほら、すごいよ、目の前が。かわいい。いいね、いっぱいお花があって。わあ、お腹空いた？まだ、もうちょっとだね、お昼にはね。何がいいかな、スペイン料理とか食べたいな。リスだよ、リス。すごい、リスがいた。かわいい、ぴょんぴょんしてたよ。尻尾長いんだね、リスって。かわいかった。あ、湖もある。おー、ボートに乗りたい。着いた。Bye.
てねえねえねえ、よさくよよさくよさくよさくみんながご飯を食べている
Oh!